カンボジア。カンボジア王国。カンボジア王国。通称カンボジアは、東南アジアのインドシナ半島南部にある、立憲君主制国家。アセアン加盟国。通貨は、リエル。人口1、513万人。首都はプノンペン。1970年に、カンボジア王国が倒れてから勃発した、カンボジア内戦を経て、1993年に誕生した。 南は、タイランド湾に面し、西はタイ、北はラオス、東は、ベトナムと国境を接する。国民の90%以上が、クメール語、カンボジア語を話し、仏教、ジョーザブ仏教を奉ずる、クメール人、カンボジアである。国家は、素晴らしき王国である。正式名称は、クメール語で、発音、プレアリアチアナーチャッカンプチア、ラテン文字表記。プレアは、 王の称号。リアチアは王、ナーチャックは国で、両方合わせたリアチアナーチャックは王国という意味。隣国のタイの正式名称とよく似ている。公式の英語表記は、キングダム・アブ・カンボジア。略称は、日本語表記は、カンボジア王国。通称は、カンボジア。韓語表記は、カンホサイ、カ東語発音で、ガンポチア、K、北京語発音で、 ジエン一プーサンチャイに、カンボジアでは自分の国をカンプチャと呼んでいて、建国者と言われるインドのバラモン像、カンプーとその子孫を意味するチャに由来するとされる。カンボジア歌人の間では公明、看護発音でガーオミアンと呼ぶ人もいる。9世紀初頭にクメール王朝が成立し、12世紀から13世紀にかけて最盛期を迎え、 アンコール遺跡が建造された。16世紀頃に、ポルトガルの商人やカトリック教会の宣教師が、最初に、カンボジアに到来した西洋人であったと考えられている。続いて、スペイン人、オランダ人、17世紀半ばから、フランス人が到来した。1863年に、フランス帝国の保護国となり、1887年に、 フランス領インドシナの一部となった。フランス保護下でも、形式的に王国体制は存続し、1904年にシソワット王が、1927年にシソワット・モニボン王が即位した。シソワット・モニボン王の下で1940年から1941年にかけての間に、対フランス領インドシナ紛争が勃発し、東京条約によって、 フランス領インドシナを構成していたカンボジアの現在のチャンパーサック県、プレアビヒア州、現在のウドンメンチェイ州、シェムリアップ州、バンテイメンチェイ州、現在のバタンバン州が太陽国に割上された。1941年に即位したノロドムシハヌーク王の地下では第二次世界大戦中に日本軍に占領されるも民豪作戦によって フランス領インドシナが解体された後、大戦末期の1945年3月13日に独立を宣言した。1945年8月にシハヌのク王を貢献していた日本が連合国に敗北した後、フランス領に復帰するも、1949年にフランス連合の枠組みの中で独立を認められ、1953年に完全独立を達成した。 普通うち東土なのベトナムは、共産主義の北ベトナムと、反共資本主義体制の南ベトナムに分かれて、独立した。北、ベトナム及び南ベトナム解放民族戦線、ベトコンは、ラオスおよびカンボジア領内のホーチミンルートを経由して、南ベトナムへのゲリラ攻撃を行う。これに対して、アメリカ合衆国は、軍事介入を行い、ベトナム戦争 1968年にはアメリカ軍がカンボジアラオス領内のホーチミンルートへの空爆を開始する。1970年には新米派のロンノル将軍がクーデターによりシハヌクく原種を追放しクメール共和国を樹立した。これに対して北、ベトナムがカンボジアへの侵攻を開始するとロンノル政権は国内のベトナム系住民に対する迫害、虐殺を行う。 また、中華人民共和国の北京に亡命したシハヌークは、共産主義勢力クメールルージュなどを含む、反米、反ロンノル勢力の武力共闘を呼びかけ、カンプチア王国民族連合政府の樹立を宣言。カンボジア内戦が始まる。ロンノル政権下でも米軍による空爆は拡大し、数十万人のカンボジア人が犠牲となり、数百万人が難民となった。米軍と、 南ベトナム軍による地上侵攻も行われている。ベトナム戦争が北の勝利で終結することが間近となった1975年4月17日、カンボジアではクメールルージュのポルポト初期長がクメール共和国を打倒し民主カンプチアを樹立した。クメールルージュの権力掌握から1979年1月6日の 民主カンプチア崩壊までの3年8ヶ月20日間のポルポト政権下にて原子共産制の実現を目指すクメールルージュの政策のもと、干ばつ、飢餓、薬病、虐殺などで100万人から200万人以上とも言われる死者が出た。この死者数は1970年代前半の総人口は700から800万人だったとの推計の13から29%にあたり、 思想改造の名の下で虐殺が行われた。教師、医者、公務員、資本家、芸術家、宗教関係者、その他イデオロギー的に好ましくないとされる改造のほとんどが捉えられて強制収容所に送られた。生きて強制収容所から出られたのはほんの一握りであった。それゆえ、正確な犠牲者数は判明しておらず、現在でも国土を掘り起こせば、 多くの遺体が発掘される。なお、内戦前の最後の国勢調査が1962年であり、それ以後の正確な人口動態がつかめておらず、死者の諸水系に大きく開きが出ている。1978年12月25日に、中蘇対立の文脈の中でソ連派のベトナム社会主義共和国の正規軍と、カンプチア級国民族統一戦線が、 対立していた中国派の民主カンプチアに侵攻。翌1979年1月、ポルポト政権を打倒して、親子支派のヘンサムリンを主犯とするカンプチア人民共和国を樹立したカンボジアベトナム戦争。なお、このソ連派のベトナムによる中国派のカンボジアへの侵攻をきっかけに、同1979年2月に中華人民共和国がベトナムに侵攻し、 中越戦争が勃発している。その後、ポルポト派を含む三派と、ベトナム、ヘンサムリン派との間で内戦が続いた。1982年6月、カンボジア大国境地帯に逃れたポルポト派、クメール人民民族解放戦線、KPNLF、孫んンン1979年10月結成、独立、中立、平和、協力のカンボジアのための民族統一戦。 フンシンペック、シアヌーク1981年3月樹立の3派が民主カンボジア連合政府を樹立した。人民革命党と反ベトナム3派の対立が継続する。1989年にベトナム軍が撤退。1991年10月にパリ和平協定が締結された。1992年3月から 国際連合カンボジア暫定統治機構による統治が開始され、1993年5月には国際連合の監視下で民主選挙が実施された。この時の国連の代表が日本のアカシアス氏である。6月2日、国連安全保障理事会は選挙が自由、公正に行われたと宣言し、選挙結果を尊重する要全会派に呼びかける決議をした。 さらに6月10日には選挙結果の確定を承認し、政権議会を全面支持する旨を決議した。9月に政権議会が新憲法を発布し、立憲君主制を採択、ノロドムシハヌークが国王に最即位した。憲法は複数政党制に立脚した自由な民主主義を憲法原則の一つとした。政権議会は国民議会に移行した。 1999年4月に0番目の東南アジア諸国連合、ASEAN 加盟国となった。2009年12月18日、カンボジア特別法廷は、旧サムファン元国家幹部会議長を大虐殺、ジェノサイド罪でも訴追することを通知した。法廷は、16日までにオンチア元人民、代表議会議長、イエンサリ元副首相の二人にも、 大逆殺罪適用を決定している。2013年カンボジア国民議会選挙では、与党のカンボジア人民党が僅差で、カンボジア旧国党に勝利し、奮戦首相の続投が決まった。国家体制は国王を原首とする、立憲君主制である、選挙君主制であり、都のメンバーから、が国王を選出する。王室評議会は、首相、両院の議長、 両院の副議長、それぞれ2名ずつ、上座部仏教の2つの宗派の代表、それぞれ1名ずつの合わせて9名からなり、秘密投票で国王を選出する。国王の地位は終身である。1993年にカンボジア王国が成立した際、初代国王にノロドムシハヌークが選出され、2004年10月の国王退位を受けて、 シハヌークの実施であるノロドムシハモニが選出された。立法二ル議会は、両院制を採用しており、定数123議席からなる国民議会、下院議員は直接選挙で選出され、定数61議席からなる元老院、上院議員は、間接選挙と国王からの任命によって選出される。1998年7月末に総選挙が実施され、 総議席数122で、投票率90.7%で、人民党64議席 41.、41.4%、分身ペック四43議席 31.、31.7%、サムランシート十15議席 14.、14.3%、その他議席なしで、得票率13.6%。人民党が第一党になったが、分身ペック党とサムランシートを選挙結果に異議。 申し立てていたこともあって、単独で組閣することができず、総議席の3分の2以上の信任票が必要と、カンボジア王国憲法第90条連立政権が成立した。2003年7月に総選挙が実施され、総議席123、投票率86.7%、人民党73議席、47.4%、分身ンンペック党26議席、 20.8%と大敗、サムランシートを24議席、21.9%、その他なし、10.0%。連立をめぐるう曲折を経て、翌年7月にようやくに党連立の新政権が発足した。1993年、政権議会を創設するための選挙が行われ、総議席数120で、投票率89.04%で、 人民党51議席38.2%、分身ペック党58議席45.5%、仏教自由民主党10議席3.8%、自由森中闘争1議席1.4%であった。政権議会は1993年9月のカンボジア王国憲法が発行を受けて国民議会に移行した。 カンボジア王国憲法には内政不干渉、紛争の平和的解決、衛生中立が明記されている。カンボジアではクメールルージュ時代にほとんどの法律家、裁判官、検察官、弁護士が殺害され、法律及びその資料も廃棄された。カンボジアが近代国家として再生、発展していくためには例に近い状態から、 民法や民事訴訟法などの基本法典を整備し、それらを運用する裁判官、弁護士などの法律家を育成することが不可欠であり、日本はこれらの法整備支援を行っている。民事訴訟法は2007年7月から適用を開始しており、民法も2007年12月8日に公布され、2011年12月21日から適用が開始された。 世界経済フォーラムが2018年に公表した世界競争力報告グローバルコントティベニスレポートではカンボジアは腐敗数が21.0で世界で5番目に腐敗している国と認定されるカンボジア王国軍は陸軍、海軍、空軍の3軍から構成されるカンボジアの中心には湖と河川の複合体であるトンネサップ湖があり その河川部分は国土の東部を縦貫する国際河川たるタイガメコン川の支流となっており、水運と漁業、農業を支えている。この平野部にカンボジア人口の3分の1が居住している。トンレサップ湖の北辺にはクメール王朝の遺跡として世界的に有名なアンコールワットやアンコールムといったアンコール遺跡1992年世界遺産登録が存在する。 国土の大部分は海抜100メートル以下であるが、東北部に安南山脈、ラオスベトナム国境となるにつながるモンドル霧、高原、モンドル霧州がある。北部には切り立った断力山地、台東北部との国境付近、プノンペン西方にクロワーニュ山脈が連なり、その山系に最高峰、アオラル山、1813メートルがある。 北緯11度から15度にまたがり、熱帯気候、モンスーン気候帯に属し、5月から10月が、雨季、暖かく湿った南西の季節風、11月から4月が、寒季、乾いた、ほと風が吹くである。降雨のピークは9月、海岸地域は8月。雨季には、台湾からの風で、気温は22度 C まで下がり、寒季には、北東風で40度 C まで上がる。プノンペンでは、 年間平均気温が27度、寒気と雨季の境目の4月が最高気温35から25度で、寒気の11月に最低気温30から23度である。雨季のメコン川の増水で、トンレサップ湖に逆流し、湖面積がほぼ10倍に拡大する。降雨量は地域によって差が大きい。その地域区分は、中南部の平野地域、トレンサップ湖地域、 南西部の海岸地域、北東部の高原山岳地域の4地域である。海岸地域が最も年間降水量が多い。ついで高原地域がやや多い。これらの降雨量が農業生産を左右する最大の要因である。しかし、年間降雨量は年によって変わる。そして、雨季が始まってからの7月から8月にかけて1から2週間雨が、降らないことを消寒期といい。 この田植えの時期に召喚期が続くと、作付けや生育に大きな影響をもたらす。国内には、ベトナム戦争中のカンボジア作戦や、それに続く、ベトナムカンボジア戦争、カンボジア内戦の影響で、多くの地雷と不発弾が埋まっている。危険地域の多くには危険標識が立てられているものの、カンボジアの子供たちは母語である。クメール語の文字が読めないことが多く、誤って、 危険地帯に入ってしまうという問題があった。そのため日本地雷処理を支援する会、ジャマスなどの日本のボランティア組織は、子供でも理解できるポスターを作ったり、わかりやすい地雷の標識を設置するなどの活動をしている。現在、地雷地域の処理が進んでおり、かつてに比べると、各都市部は安全になった。しかしながら、地方部では、西部対国境周辺以外での地雷処理は、 行われていないなカンボジアは23の州、ケットと1つの特別市、リーチ、ティーニーに分かれる。国際通貨基金、IMF によると、2014年のカンボジアの GDP は約165億ドルである。1人当たりの GDP は1080ドルであり、世界平均の10%に満たない水準である。2011年に、 アジア開発銀行が公表した資料によると、1日2ドル未満で、クラス貧困層は828万人と推定されており、国民の半数を超えている。国際連合による基準に基づき、後発開発途上国に位置づけられている。主要産業は、農業、漁業、林業などの第一次産業である。近年は、観光産業と産業が成長し、 最貧国ではあるものの外国からの投資も大きな伸びを示している。主な鉱物資源として、リン、未開発、マンガン、未開発、宝石がある。使用を4万トン生産する。経済成長率は2004年に10%、2005年に13.4%、2006年には10.4%に達したカンボジア政府の統計。国土の 約3割が農地として利用されており、その8から9割は水田である。次に多いのは、チャムカー、畑と呼ばれる畑地で、およそ農地の10から15%程度と見られている。さらに、チャムカールー、上の畑と呼ばれる畑があり、農地の10から15%程度を占めていると見られている。これら3種の農地の他に、焼き畑、ゴムの木のプランテーションがある。 食料作物と主要な工芸作物の作付け面積を見ると、米が圧倒的に多い。トウモロコシ、キャッサバ、カンショ、野菜類、緑豆などの食料作物、落花生、大豆、ごま、砂糖、キビ、タバコ、ジュートなどの工芸作物の作付け面積は非常に狭い。カンボジアの国土に占める農地面積は21.6%に及び、 人口の34%が農業に従事している。生産年齢人口が人口の55.8%であることを考慮に入れるとカンボジアの主産業は農業である。以上2002年時点。しかしながら労働生産性が低いため農産物は国内需要を満たすに過ぎない。主要穀物では米417万トンの生産に特化している。 商品作物の生産では、ハタバコと、天然ゴム、4.6万トンが目立つ。主要輸入品目は、石油製品、8.2%、タバコ、オートバイ。主要輸出品目は、衣類 77.、77.8%、天然ゴム、木材である。主要輸出先は、アメリカ合衆国 36.、36.8%、シンガポール、タイ王国。主要輸入先は、 15.6%、香港、シンガポールである。カンボジア製の衣類は日本にも2000年代以降多く輸出され始めている。例えばユニクロを運営するファーストリテイリングの子会社である GU が販売している1本990円という低価格のジンズなどがカンボジア製である。人件費の安さなどを武器とし経済成長の糸口についている。 近年、中国が経済進出し、カンボジア首相府のビル建築や南部シアヌークビルのインフラ整備にも多額の資金援助を行っている。一方、ソフト面でのインフラストラクチャーというべき法律分野における法整備支援では民法及び民事訴訟法の起礎や裁判官、弁護士の人材育成を支援する日本のプレゼンスが大きい。通貨はリエルが存在するが、 カンボジア経済の実情と比較して、リエルの為替レートは高い。特に輸出に不利なため、一部を除いては通常は、ベドルが使用される。カンボジアでは、ポルッポと政権下の1978年に、原子共産主義的政策の一環として、すべての通貨が廃止された。同政権崩壊後の1980年にリエルは、復活した。地方。 シェムリアップ西部のクララン周辺異星、イ北、アンロンベンやプレアビヘアなどの大国境に近い地域ではリエルよりもタイの通貨バーツが使用される場合もあるが1倍とイ,イコール 100R で使用できる。クメール人が86%、ベトナム人が5%、カジンが5%、その他4%がチャム族などの少数民族である。日系カンボジア人も少数ではあるが存在し、 著名な人物として、猫、ヒロシや後藤ただまさが挙げられるがその多くは、企業や投資のために、カンボジア国籍を取得した、元日本国籍者である。カンボジア国内で最も話されている言語はクメール語、カンボジア語である。公用語は1993年交付の、カンボジア王国憲法第5条で規定され、同6条では、王国は、必要に応じカンボジア語を用語し、 発展させる義務を有するとなっている。少数民族が話す言語にはチャム語などがある。高齢者や特別な職業、医師などの間ではフランス語がある。程度通じが若者の間で最もポピュラーな外国語は英語となっている。神座部仏教が憲法で国教と定められているが、信教の自由が保障されている。人口の9割以上が上座部仏教の信徒であり、 ダム族を主とする4%ほどがイスラム教とカンボジアのイスラム教ある。クメールルージュ政権時代には宗教活動が禁止され、多くの仏教寺院やモスクなどの宗教関係施設が破壊され、多くの僧侶が減属させられ、あるいは虐殺された。若年層の識字率は低くないが、45歳以上の識字率は、 クメールルージュ時代に教育が禁止された影響もあってか21.0%とかなり低い水準である。2004年の15歳以上で読み書きできるものは男性84.7%、女性64.1%。2005年の初等教育準修学率91.9%、中学校教育修学率男子57%、女子16%、 1998から2002年、ユニセフ、世界子ども白書200年ほか、内戦の影響で学校の金として砲弾などの兵器が使われていており、2018年に政府は禁止を指示を出した。また、経済格差も、首都やシェムリアップなどでは顕著それが教育にも影響。欧州人、中国人の移民が増えていて、英国式中国系学校などが、 複数存在する。カンボジアのエリートは指定をそちらに通わせることも増えていて、9歳で日本の大学生並みの英語力を持つ子供も1000以上存在する。この他、日本人起業家のいつかたけしが2014年にキリロム工科大学を開設している。婚姻しても夫婦別姓であり、性が変わることはない。カンボジア国内には、 ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件存在する。カンボジアにはユネスコの無形文化遺産リストに登録された文化が4件存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。